こんばんは。時刻は20時を回りました。4月14日木曜日、ウェザーニュースライブムーンのお時間です。この時間の担当は檜山沙耶です。2時間どうぞよろしくお願いいたします。引き続き生放送で最新気象情報をお送りしていきます。木曜日いかがお過ごしでしょうか。今日はこの時間帯雨の降っているところが多くなっておりまして、雨の帰り道といったところも多いのではないでしょうか。コメントたくさんいただきありがとうございます。生放送で最新気象情報をお送りしておりますので、ぜひチャットやコメントでお天気の報告をお送りいただければと思います。幕張も今日はすっきりしない天気で、来る時に雨が降っておりましたね。そこまで強いわけではなかったんですけれども、昨日が暑すぎた分冷たい雨となりましたよね。昨日は五分袖で家を出たんですけれども、今日はもうライダースジャケットでちょうどいいぐらいの体感の変化でした。皆さんの地域はいかがでしょうか。前日との体感差で体調を崩さないようお気をつけください。アプリウェザーニュースではお天気だけでなく生活の情報も掲載しています。ぜひダウンロードしてご利用ください。